はい、おはようございます、ラスカルでございますとカメラマンのタクちゃんです。お願いします。またね、今日もタクちゃんに来てもらって、はい、普段から僕の動画を見てくださってる方は気づかれる方も多いと思うんですけど、うん、ちょっとね、機材が違います、うん、まあ、ちょっとね、画質はいつもに比べると絶対悪いと思うんだよね。でもね、業務用のビデオカメラなんだけど、一眼で撮る芸術的な映像っていうよりかは、うん、もうテレビのロケみたいな感じの感覚でね、はいはい、ちょっと撮ろうかなと思って、今回はこちらの新しい僕のお友達をご用意いたしました今日ね、来たところ、まあ多分ね、おそらくなんだけど、好きな人はもうね、うん、ここら辺の背景で若干分かってる人はいらっしゃると思うんだけど、中本さんです。うん、以前うちのチャンネルで川崎店で撮ったのよ。いつも行ってて、もう本当に歩いて何回も行ってるんだけど、はいはい、でそれがね、正直めちゃめちゃ伸びたんですよ。みんな好きなんだよ、中本さん。なるほど。以前は、まあ、いろんなメニューを紹介したんですけど、うん、まあ、同じことしても面白くないじゃないですか。まあ確かにですね、うん、なんで今日は、まあ、北極の10倍、10倍、うん、はい、でもちろん大食いのチャンネルなんで、うん、一番ね、大きいサイズのジャンボサイズっていうのがあるんだけど、その北極10倍のジャンボサイズに、はい、ちょっとね、本店さんで今提供しているトッピングを全面にちょっと注文してね、でそのトッピングを全トッピングして、うん、まあ、個人的にね、うん、これが一番好きだったなっていうランキングトップ3をね、ちょっと皆さんに発表できればと。あ、なるほど、はい、トッピングの先にね、ちょっと注意しておくと、中本さんはね、基本的には撮影が NG で、ホームページの方からメディアとか撮影の依頼っていうのがあるんで、はい、そっからね、撮る場合はちゃんとお店の承諾をいただいてから撮影皆さんしてください、ね、はい、ってことで、じゃあちょっとね、もう許可も取ってあって、うん、席ね、しっかり用意していただいてもらってるので、はい、ちょっと店内に入ってそのジャンボ食べていこう。行きましょう。はい、行きましょう、はい、お願いします。ほんと街ブラロケみたいなということで、ただいまね、もう店内に入りまして、食券だけはちょっと先に買ってきたんです、うん、ね、とんでもない数になりました。お、今ですか。そう、1回の注文で10品しか頼めなかったのよ、はい、だから2回2プッシュチャーシューとかが、はい、1枚だけと2枚とってのあったんで、はいはい、ちょっとそれはね、一緒だからチャーシュー2枚にしました、うん、ああ、なるほど、でプラスアルファで結構ね、こう卵が結構豊富なの。普通の味玉もあるし、うん、北極味玉っていう辛い味玉があるので、それプラス、まあ、中本さんといえばっていうそのスライスのゆで卵、うん、僕は卵成人なんで注文させていただきました。どんだけ卵ですか、はい。タクちゃんね、今ね、見逃したよ。え、ツッコミポイントがあったんだよ。え、嘘、ちょっとズームして、ちゃんとどれが、え、なんあれビールって書いてあるけどさすがにね、ちょっと車だから、はい、ちょっとノーマルでね。いやでもね、これは本当、中本さんのラーメンはめちゃめちゃ合うのよ。みんな試してほしい。唐辛子カプサイシンって、はい、基本的に水には溶けないんだよ。これ何に溶けるかっていうと、はい、アルコールと動物性の油にしか溶けないから、はい、ビールとか飲むとよりね、辛くなるのよ。あ、そうなんすか。だから本当に辛いもの好きな人はこれめちゃめちゃおすすめ。タクちゃん辛いの好き？もう辛いのあんまり得意じゃない実は。あ、そうだの。タクちゃんさ、はい、これ中本さんにポイントあるの知ってる？ポイントあるの知らない？何何何何何その顔いや中本さんって、はい、その購入した商品500円で1ポイントかな。それが溜まっていくと、中本さんのオリジナルの T シャツとかマグカップとか、はい、あとはパーカーとかね、いろいろ種類があるんだけど、はいはい、そういったものとね、交換できるっていうサービスがあって。あ、そうなんですか。そうそうそう、やっぱね、動画の中でも中本さん好きとか言ってるんだけど、はい、どれぐらい僕が好きかというと、はい、まあ、もちろんね、超クロートさんからしたら、はい、まだペイペイなんだけど、500円につき1ポイントのポイントを、うん、600ポイントかな貯めたんだよ。え、ちょっと600ポイントですか。うん、ただ、はい、Apple ID か、はいはい、あれが乗っ取られた事件がちょっと昔あって、はい、そしたらポイントがね、ちょっと引き付けなくなっちゃって、あら、その600ポイントがゼロになりまして今22ポイントになりましたじゃあということで、全種届いたよ。どれないんですけど思いのほかめっちゃ多かったです。 2.5 玉分でございます。ちょっとね、いただきますの前であれなんだけど、はい、ちょっと皆さんにスープを見てほしい。これ、ね、10倍にするとこんな感じですね、はい、こんな感じ見えるかな、これこれ見える、これドロッドロですね。スープをすすらなくても完食する頃にはスープがほぼないっていう事態になる、はいはいはい、すごいのよ、唐辛子の量が。いやー、これすごいっすよ。普通にカウンター席に座ってオフで食べに行くと、うん、やっぱ10倍頼むんだけど、すごいんですよね、唐辛子をすくう量が目の前で見れてはいはいはい。で、大体店内の人がその立ち上ったカプサイシンでむせるっていうちょっととりあえずね、じゃあラーメンだから、うん、伸びるとね、ちょっといけないんで。そうですね、はい、いただきます。ちょっとこれスープからね。でしかもね、これね、面白いんだけど、
いくら炒めても唐辛子が溶けきってないから、うん、この粘度食べていくごとにねどんどん増していくんだよ不思議とそうそうそうそしたらこれいただきます、はい、あーうまいねマジっすかこれだねうん中本さんもちろんこの北極ものすごい辛いんだけど別に特殊な海外のあのつんざく痛い系の唐辛子を使ってるわけじゃなくて、はいはいはい、シンプルに唐辛子の量が多かったりするだけだからあの入れた瞬間にブーンとかじゃなくて、うん、なんかじんわり辛さが広がるうまみなのだからやっぱりこういうのは激辛の中でもそのうま辛ってあると思うんだけど、うん、やっぱりどんだけ辛くしてもあくまでうま辛なんだよね俺は中本さんの一番すごいところだと思ってるなるほど、うんまあ、普通の人は食えないんだろうけど僕からしたら激辛にしか見えないですけどねちょっとねちょっと一回混ぜますねあかしこまりましたジャンボだと麺が固まっちゃうんだよね、どうしても、うん、そこ見て、スープほぼないのよ、もうやばっお手じゃないですかそう、そうなのスープでしたで、過去形じゃあちょっとまず、はい、トッピングいかずにそのまんまいっちゃおうかな、うん、ちょっといただきますこれなんだよこれなんだようまいいや辛いんだよ辛いんだけどやっぱりうま辛なんだよねはいはいちょっとごめんなさいもう我慢できないわ我慢できないあらこれね飲んでだなもうほぼいやこれよこれちょっとすいませんもう無理ですあ結構いくんですねジャンボでもその量に対してトッピングの量が多すぎるから、うん、ちょっとね順々にやっていかないとなくなっちゃうんで、うん、ひとまず、はいはい、今お酒飲みでしたから個人的にすごく好きでお酒に合うトッピングでまずねほうれん草ですねそこのほうれん草ものすごく合うのよ意外だと思うでしょでも、まあ、いわゆるラーメン屋さんだったら家系ラーメンとかご飯と一緒に食べる系のラーメンって多いと思うんだけどあ確かに中本さんって定食とかもライスとかもあって結構ねご飯と一緒に食べるお客様が多くてやっぱりライスに合うラーメンってやっぱほうれん草ってものすごい合う本来であればだよ、うん、しっかりと汁に絡めてニンニクなんかもちょっとあえちゃったりして食べるんだけど、はい、本来は今日はちょっと汁がないからもう固形なんだよなもうちょっと吸いすぎちゃってるから、はいまあ、これはねちょっと麺と合わせつつ、うん、ちょっとこんな感じですよでこれライスいやこれなんだよ幸せそう本当にこれなのでそのご飯に合うシリーズでいうと、はい、僕の推しなのはこの海苔これもねものすごく合ってて海苔にほうれん草にニンニクとかを巻いてそれにねこうくるむ麺を、はいはいはい、最高なの美味しそう最高なのすげえ本当にその、ね、組み合わせがたまんないから、はいいや絶対俺麺足んないと思うんだよねこれトッピング頼みすぎなんだって確かに見た目的にね、まあ、ここら辺は味混ざらないのでスライスのゆで卵中本さんといえばなんだよねこのスラ玉味玉は味移っちゃうからそうですね北極味玉だけ今ちょっとその辛いものによってる感じだったので、はい、苦手な人でも食べれるトッピングじゃあまずこれコーンかなあーやっぱコーンそれでコーンに関してはね麺と一緒にいけないんでこうやってレンゲでそういう感じでよいしょ。あ、うまい。あ、うまい。美味しそうに食べるな。甘辛ってうまいですね普段やっぱりさトッピングにしてもさ辛うま辛でしか食ってないんだけど、うん、甘辛で食ってなかったから、はい、合う合いますめっちゃ合うへえじゃあその辛いもの苦手な人でも好きなトッピングに続いてこれ粉チーズですねあそうなんですか、うん、すごい気になってて間違いなく合うでしょ全然想像できないな今本店さんでちょうど撮影の時にやってる限定だと塩スタミナ
とかっていうメニューがあったりとか、はい、その辛くないメニューも中本さん豊富なんだけど、あ、あるんですか、うん、結構ね、辛くなくてもニンニク使ったりするから、そういったメニューには絶対チーズ合うと思う、はい、あれこれナポリタンに見えてきたんだって確かに粉チーズかけたらさ、うまいかも。うわー、そうなんだ。あ、めっちゃうまいかも、これ。合うんですね。で、また辛さもまろやかになるし、はいはい、めっちゃ合う。ちょっとまろやか連打で、はい、ちょっとこれ固まっちゃうから、背脂。先にちょっとこれね、かけさせてもらって。で、このね、背脂のこの、なんていうのかな、粗さ、はいはい、が、まあ、いわゆるその二郎系のラーメン屋さんとかだと結構これブルブルしてる大きいのじゃない。ただ中本さんのはそうじゃなくて、どっちかって言ったの、背脂ちゃっちゃ系のラーメン屋さんとかあるじゃん、この細かく伝えてくれてる、はい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 、そういうようなサイズの油だから、やっぱりね、そのスープに溶け込みやすいのよ、一緒に。うまい。一個一個試さなきゃいけないからできないんだけど、ここにね、このフラッシュニンニクとかを追加するともう本当に本当に美味しいのよ。そしたらちょっと定番のネギとかいかせていただいて、ネギもね、清涼感増すし、なんかその唐辛子とは違うネギらしい辛みっていうのかな、それが加わるからすごく美味しい、これは。はい、あー、うまい。やっぱうまいよ。確かにやっぱうまいよ。で、中本さんのね、このね、チャーシューもすっごい美味しいの。チャーシューですか？うん。中本さんのチャーシュー界の中で俺が一番おすすめしてるのは濃厚巨頭本局っていうメニューがあって、それの角切りの、ね、チャーシューが入ってるの中に。で、それになるとやっぱりスープに浸されて一緒にあったかくなって、その柔らかさも増してるし、こう、はい、旨味も増したりするんだけど、はい、でももちろん普通にトッピングされるこのチャーシューももちろんめちゃめちゃうまくて、うん、これ見てもらうと分かるんだけど、ちょっとアップしてもらっていい？これね、チャーシューがね、若干炙られてるんだよね。炙りチャーシューになってて、出来立てでいただくと、ほんと油もとろけるし、ほんとに美味しい。だから今日なんで後半にしちゃったんだろうって 今後悔してる。確かに。うん。あ、美味しそう。分厚。食べても、柔らかいの、うん。なんだろう、チャーシューなんだけど、角煮ぐらい柔らかい。うん。うまっ。多分一番意外だと思う、トッピング行こうか、これ。納豆トッピングね。すごい気になります。納豆トッピング生まれた日は知ってる？もともとテレビ番組で中本さん立ち上げた白根さんっていう方が、セブンイレブンさんってさ、カップラーメンっていっぱい出るじゃない、中本さんので。あれに白根さんも知らない絶品トッピングメニューを探そうみたいな感じで、なんか芸能人さんとかがこのトッピングが合うよってコーナーがあったので、その中で白根さんがこの納豆を入れたそのカップ麺の北極を食べてめちゃめちゃ感動されてて、納豆こんなに合うんだって感動してたら、本当に 1、2 週間後ぐらいにこれがポンって出てきて、早っ、行動力とだけど早くないって思って、早っ。そういう本当に秘話があって、納豆にラーメン、そう、単体で入れると麺に合わせるって感じの変化してきて、はいはいはい、お醤油とかを入れるとライスにより合う感じになる。これちょっと見える、これこんな感じで、もうしっかりとネバネバなんだけど、これめっちゃうまいから、これ、はい、よ、めちゃめちゃうまいんだよ。まろやかさも増すし、すごくこの唐辛子の辛みに角が一切なくなるから、辛いのが苦手な人とかはおすすめだと思う。やってみたいですね、これ。うん、なんか本当にとろろ入れたかのような、もうズルズルっと食感になって、またね、喉越しも変わってきて、それがね、すごく美味しいの。いろんなトッピングがあるからさ、もちろん味で変わるものがあれば、うん、食感で変わるものもあるから、中本さん好きな方は自分のトッピングって決まったものあると思うんですけど、はいはい、あえてそこから外してほしい。一回新たなね、発見があるのよ。はいはいはい。次、じゃあちょっと味玉食べる。しみしみの色合いなんだけど、はい、箸で持つとこうやってプニプニするぐらい黄身が柔らかくて、火入れもね、すごくね、完璧というか、そう、こんな感じで、あ、トロトロだ、中もしっかり半熟になって、うわ、これがね、ものすごく美味しいので、味玉系は頼んでほしい。でも個人的にはこのスラ玉が好きで、っていうのも、はい、最近のラーメン屋さんで珍しいじゃない、こんだけしっかり火が入ってるので、これがすごいの。スープと一緒に吸ったりするじゃない、
で絡まると最初はボソボソしてるんだけど、うん、それが溶け出して、うん、徐々に味が変わってくるんだよね。それが本当に美味しいから。いや全部がうまいな。トップ3決められるかな今日。なんでこんな菊にしちゃったの。なんで決めなきゃいけないの。とりあえずじゃあちょっとバターね。あ、そうバター気になってました。ちょっと冷めすぎちゃうと溶けなくなっちゃうから。確かに溶ける？どうだろうな。溶ける。あ、でもいい香りよ、バターの。いきます。うん、ちょっといただきます、これ、はい、うん、あバターうまいね。コーンバターなんか最高じゃん。あ、確かに絶対うまいじゃん。まろやかさは正直その食べる前より思ってたよりもそこに作用してなくて、どちらかというとそのバターの風味がそのすすったのと同時に鼻から抜ける感じ、香りの味変って感じかな。うん、今日の企画はさ、はい、こう混ぜらんないからあれだけど、今度ちょっと試したことないこの組み合わせしようっていうのが今日の企画のおかげですごい思いついてる。さっきのコーンバターもそうだけど、だ背脂とチーズとか、あ、はい、今まで個人的にやってなかったことをちょっとね今後しようかなと思う。うーん、楽しそうな顔してる。楽しそうな顔してるな。でこれね、クラッシュニンニク、うん、皆さんにも見てもらいたいんだけど、中本さんのニンニクってあんまりね、多分ね古いのとか大きすぎてるものって多分すぐ廃棄するのか使ってないんだよね。あ、そうなんだ。っていうのも多分ね水分があんま出てないの。はいはいはい。ラーメン屋さんとかだとこう刻むのも大変だし、ニンニクとか生姜って残りやすいから、はい、作り置きとか時間が経って、あとね常温に置きっぱなしとか、そうするとニンニクの特有の臭みとか辛み、嫌な部分だけ出てきて、で水分も出てくるの。中本さんはずっとしっかり美味しいニンニクを、ね、毎回提供してくれるやつって、これがねすごく合うの。何合わせてもすごく合うの。うん、本当にこう、はい、パワーアップする感じだね。美味しそう。多分ニンニクライス。ああ、間違いないですね。うん、うん、まっ。ごめんなさい、うん、全部トッピングするって言ったんだけど、はい、ちょっとこの生卵はアブノーマルにしたい、うん、というとちょっと企画からはずれるんですけど、あ、まさか。これをこうしまして、これ絶対うまいんですけど、はい、でここにこれをね、なるほど、ちょっと和えるというか、なるほど、あこういう感じでさ、こうするわけですよ、これをこう、はい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 。本当にそろそろ言ってる。うまっ、うん、まっ。ほど幸せな撮影はないね。すげえ楽しそうだもんな。うん、はい、これライス、あの、すくびえ全部残ったものは和えさせていただいて、うん、しっかりね、スープと一緒に全部完食させていただければと。はい、いや、うまかったよ、めちゃめちゃうまかったよ。お見事な食べっぷりでした。ごちそうさまでした。いやー、ちょっと改めてごちそうさまでした。ありがとうございました。ちなみに、はい、あれタクトさっきさ、はい、中本さん食べたことないって言ってたじゃん。ああ、僕初めてですね。うん、で一応今日ね、はい、撮影の時間ある程度取ってもらってて、まだ一杯ぐらいだったらいけますか。全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あ、マジですか。ちょっと2杯で3杯で。あ、本当ですか。マジですか。でちょっとタクちゃんさ、はい、せっかくだから、はい、中本さんデビューしようよ。え、いいんすか。うん、辛いのが苦手でも食べられるような辛くないメニューたくさんあるから。であとそれ乗っかってなんだけど、はい、今たまたまね本店さんで販売している平日限定なのかな、はい、の限定メニューが塩スタミナっていうメニューが出て、はいはいはい、ほら普段辛いのしか食わないじゃない、うん、中本さん来ても俺は、はい、それ僕もいただいても大丈夫だったりする。また食べるんですか。でちょっと辛くないメニューを2セットちょっといただいて、はい、デビュー戦ということで。デビュー戦で、はい、かしこまりました。うわぁ、うまそうこれ、うまそうこれ。楽しそう。うわぁ、来たよ、さちゃん。うわ、はい、あー、醤油タンメンのチャーシュー2枚と、トッピングが来るよ。と、あ、これ、キャラのっすか。あー、ありがとうございます。間違いない。まあ最高のコンビネーションですね。最高のコンビネーション。間違いないです。出来たてが一番うまいから、もう食べちゃう。めちゃくちゃ美味しいです。あ、すいません、ありがとうございます。
ちょっと俺は2回目なんだけど。はい、じゃあちょっといただきます。いただきます。うまい。で、あとこれね、そのつけ麺系を頼んだ時には1回ね、麺だけで食べてほしいのよ。そう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 、めちゃくちゃもちもちしてる。そう、冗談抜きで麺だけでも美味しいですよ。あの、いただきます。めちゃめちゃうまいでしょ。うまいわ。いや、美味しい。ちょっとこれトロットロっすね。これなんだかんだ塩スタミナ初めてなんだよね。あ、そうなんですか。うん。食べた瞬間もう幸せが。うま、これはめちゃめちゃうまい。いや、でも、うん、私マジでうまかったね。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったね。お客様からマジでうまかった、いただきますよ。ありがとうございます。幸せだったんだけど、こっから酷な話をしなきゃいけないんだよね。今日の企画の趣旨、それを決めないとですね。ダメ。ダメだよ、今日の企画なんだから。決めなきゃダメ。ダメです。あくまで、まあ、今日はあのこのノンアルとかを飲んでいたので、状況によってね、実際のビールを飲んだりとかで、今日みたいにご飯もあったけど普段ご飯取らないから、状況によって若干ランキングが変わるんだけど、今日のライス付きプラスノンアルで行った時に好みだったランキングで言うと、なるほど、スノバロで言うと、個人的に3位が納豆。あ、そっちなんだ。納豆、これがねすごくあったね。食感の変化、思ってる以上に混ぜてみると納豆臭さがないの。嫌な納豆の匂いっていうのが邪魔しなくて、すごくマッチングするんだよね。で、まあそんなところを踏まえた上で個人的には3位ということで。なるほど。結局海苔、ほうれん草、ネギだろうと思ってた。ちょっとじゃあ続いて第2位。2位が、悩むんだけど、クラッシュニンニク。そっちなんすか。今日は普段と違ってライスを頼んでたから、ライスに合わせるっていう観点からすると、すごくニンニクでがっつりとパワーを上げていくっていうのがすごく合ってたかなと思った。でめちゃくちゃ美味しかった。いやー、これ1位な。いっぱいいるな。たくさんいる。2、まあ、2位も3位もいっぱいいたんだけど、すいません、あの本当にちょっと意外性がないです、ごめんなさい。1位に関してはほうれん草でお願いします。ああ、でもそこはほうれん草なんですね。ほうれん草、やっぱね、汁と和えた時の爆発力がすごいのよ。で、噛むとさ、ほうれん草のジュクジュクした感じからスープがじわってこう溢れるんですよ。はいはい。でもそれがね、もちろんいつも通りそのビールとも合うし、やっぱりライスともものすごく合ったの。だからまあちょっとね、いつも頼んでるもので申し訳ない、意外性がちょっとなくて申し訳ないんですけど、素直な気持ちで個人的な1位はほうれん草だったかなというところで、今日のランキングはこんな感じだな。今日はあくまでトッピングの全種類だったんだけど、長本さんって最近始まった太麺の変更だとか、豆腐に変更できたりとか、麺をいろいろとトッピング以外にもこのチューニングできる要素がいっぱいあって、本当に皆さんぜひね、その長本さんに通い詰めて自分の一番これが好みだなっていうトッピングをカスタマイズをね、ちょっと見つけてほしいなと思います。たくさんみたいにね、辛いものがダメだから行ったことないってお客さんもぜひね、この中本さんで自分のカスタマイズや辛くないメニューもたくさんありますので、好きなメニューを見つけてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いや、改めましてちょっと営業中でございましたが、いろいろとお、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、最高の撮影でございました。